さあ、それではティアーズオブザキングダムの続きやっていきます。さあ、現在は罵声さられた神殿にいるので、早速インパ様に報告に行きましょう。まあ目の前にいるんだけど。スタッ、ボガードさん、今のところ危険はないようですが、この部屋は一体何なのでしょう。地上に描かれていた絵と同じようなものがこんなに。もしや、あの絵を残した者たちにゆかりある場所なのでしょうか。うん。あの絵を残した人たち。まず、竜の涙が先にあったわけだよね。じゃないとほら、普通に一箇所とかに集めておけばいいんだから。竜の涙が落ちていったところに地上絵を描いて、それをここの地図に移したというかヒントを残したってことだよね。そう、地上絵をなんでこういう地上絵にしたかはちょっとまだよくわからないけど、象徴的なものかな。竜の涙をね、覗き見たかちょっとわからないんだけど、昔の人たちは竜の涙をちゃんと見れたのかもしれないし、見れなかったのかもしれない。その当時のね、象徴的なシンボルを描いたのかな。例えばこの神殿が描かれたやつは見ても別に神殿が出てきたわけではなかった。うん。竜の涙はリンクはね、右腕の力で見れるけど、当時で言えばラウルさんとかは見れたのかもしれない。うん。まあそんなこんなを言いながら、この次は、うん、プルアパッドっぽいシンボル。これがね、この順番で見ていけば、その順序通りに行くかどうかはまだわからないんだけど、もう少し、症例って言い方はおかしいかな。うん、確認していけば、そうなんだなって確定ができるかもしれませんね。というわけで、プルアパッドはこの辺り、ハイラル城の東。うん。場所で言うと、この辺りがゴングル山ってところで、馬宿がここでしょ?ほぼほぼ馬宿の南東あたりかな?うん。まだ眺望台で、やってないけどね。この辺りに湖?あ、池か。があるんだから。まあ、大体この辺りかな?うん。よし。じゃあ、覚えてたら、次ここ行きましょう。というわけで、インパ様。ふむ?ここに描かれているものはやはり地上絵の地図なのか。そなたが見たという竜の涙というものも、もしかしたら他の地上絵にもあるのやもしれぬ。そなたも地上絵を調査するのであれば、地図を何かに写しておいた方が良いじゃろう。これ前聞いたな。あれ終わり?まさかの。おお、意外。こういうの見ましたよって全然報告しないんだ。あー、なるほど。前作もそうだったっけ?思い出を探していくっていう話はインパ様から始まった気がするんだけど、特になんていうか、あれこれ見つけましたよって報告に行ってもしょうがなかったかな?うん。まあなんとなくちょっと何か教えてほしかった気はするんだけど、まあ仕方がないでしょう。さ、じゃあ気を取り直してリトの村方面行きましょう。今回目指すべきは、眺望台かな。まずは祠にワープして、洞窟まだやってないんだけど、どうしようかな。うん。まあ、まずは眺望台かな。よし、行きましょう。さあ、目指すべき眺望台はあそこ。馬宿がないから、馬方をこう、大雑把に連れていくと、一緒に戻ってくることが難しいから、ここはちょっと我慢かな。そういえば、一王さんと三つ葉さんはいたけど、
双葉さんはいなかった？俺がちゃんと探せてないだけかな。あ、しまった、疲れた。ふう、今日の一疲れ。うん、さあこの寒い中頑張っていこう。あ、じゃあピンに変えておこうかな。ん？あれ？眺望台を見失った。あーった、よかった。よし、ピンに変えておくとミニマップ上で表示されるから分かりやすいですよね。通常モードとプロモード、まあ基本的には通常モードでいいんだけど、たまーにいい景色の時はプロモードに切り替えるかも。よっ、このゲームなんかいい景色じゃないところがあんまりないけどね。大体のところでこう見惚れるというか、いいなって感じになるけど。ん、怪しげなセーブとコログ。待てよ、なんだ、罠っぽいぞ。あれは敵の拠点かな。うん、見つけやすいコログで助かった。よし、お宝があるな。ハイラルボックリ、ハイラルボックリがかなり使える子だってことが分かったんで、どんどん拾っていきましょう。これはおっとっと、射程距離が長いゾナニウムの弓。そこ、よし、結構なんかめちゃめちゃゾナウエネルギー使う方ですねこれ。でも見張りを倒すにはうってつけって感じがする。さあ、うっそー、ちょっと待って、今のどうやって見てきた？マジか、驚き。まあ見つかってしまったものはしょうがない。混乱花をくらえ。あれ、あ、まだあれが復活してない。よっと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 、あ、持続がある。へえ、ありがたや、嬉しい。パク、森人の槍を構えた瞬間はまだつかないんだね。あ、赤きつきか。まだ混乱状態だ。ちょっと待って、連れてくから。どうせ見張りも復活しちゃったんでしょ。はやぶさの弓にしよう。あ、外した。あれ、今のダメか。あー、危ない、木箱をしよった。っていうか、ん、これもう復活してんの？これ復活してないの？これ、えい、あ、復活した。いいぞ。おお、頑張れ。あー、やられた。おー、しまった。お、火がついた。忘れてたこのゲーム。ててん、今の今までさ、矢に普通に火をつけること忘れてました。おお、いいね。
これは使えるから忘れちゃいけないね。というか確か序盤の頃にさ、敵の放った矢が焚き火を通り越して爆弾ダルに当たってズドーンって俺が吹っ飛ばされたことがあった。そういえば。なるほど、俺よりも先にこの炎の矢を使いこなしてた。やられたね。リザルエッジ、まあこれはそのままにしておこうかな。そしてリトの村、これはちょっとプロモードにしていいかな。本当にワンボタン切り替えがあったら最高に嬉しいよねこれ。おお、月夜に入るね。うん、高ーい。うん、一応大寒波って言われてるけど営みはあるようだ。そして祠もあるようだ。うん、見た感じ下の方はツルツル状態になってるみたいだ。登っていくことはかなり難しい。うん、なるほど。よし。ん？カバンダ君と雪玉ということは、ででてん、また。壊れてしまうよりかは、いたいた、うう、戻れ子のパワーが強すぎる。これこうやってウルトラハンドで転がせば大きくなっていくかな。ちょっとわかんないね。なっていってるような気がするような、うーん、なってるような気がする。自在に雪玉が大きくできる。まあ本来大きくなるっつって転がさないとならないと思うんだけど。うん、はい、カバンダ君、これでなんとかできませんか。わあ、ちょっと転がっちゃう転がっちゃうんじゃ、ちょっとどうしようもないか。ちょっと待って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 、そうそう、そこで待ってて。こうね、待って、こう、いや、どこまで行くのあれ。違う、そうじゃない。うわー、待って確かに坂道だけど思った以上に転がってくる。しかもでかい。これ戻る時にも大きくなっていってるのかな。でっか。ブレス・オブ・ザ・ワイルドの頃はこんなに大きくはしたことないな。うん、いや、まだ落ち着かないねこれ。まあそろそろいいかな。ああ、ちょっと手を離してみて。ん？お、許されたー。立ってるー、すごい。うん、すごい、支えてないのに立ってる。ふう、うん、やっぱりなんかその環境を利用してカバンダ君手伝えるとちょっと嬉しいね。めちゃめちゃ板くっついてるなんて素晴らしい。あざまーす。お、これは料理ポーチがいっぱいってことかな。もらえるさ、お弁当とアカルピー、どっちが高く売れるんだろう。いや、ちょっと変なこと言っちゃったけど、20ルピーよりも高く売れるのかなみたいな。でも売る手間が省けるからいいな。おお、うん、よし。さてと、
雪山登山口。なんかめちゃめちゃ燃えてますが。あれ？眺望台先に行こうかと思ってたけど、そうもいかない雰囲気？いい目印だ。おう。よう兄さん、そこのかがり火に誘われてやってきたんだろう？吹雪で視界が悪くても迷ったりしねえように小屋の目印として焚いてるんだ。薪をたっぷり惜しまず燃やしているから空を飛んでいてもよく見えるんだぜ。とはいえ自慢のこのかがり火もあのド派手な眺望台には勝てねえかもな。あの眺望台なんで光ってるんです？ああ。かがり火のように体を温めるのは無理だけど、明るさも大きさもそりゃもう桁外れだもんな。あんなすごいものを作っちまうなんてハイリア人ってのは大したもんだと思うよ。こんな寒いところまで来てあれを建てたってのがすごいね。お、ヘブラ山脈登山口の小屋、なんかちょっと知らないとこができてる。これは？え？まさかの、ん？あれ？かまどとかがあるわけではないの？ああ。ミササさん、ミササさんってちょっと変な感じ。ヘブラ山のふもとで謎の物体が発見されたんです。不思議な形をしてるでしょう？いろいろ調べてみたんですが、材質も用途も何もわからなくて。切れ味の良さそうな刃がついていますし、うかつに触ると怪我しちゃいそうですよね。一通り調べ終えて使い道もないので必要なら持って行って構いませんよ。ゆるーい。あざまーす。ありがとうございます。容赦なく持ってくね。よし、上チェック。お、上チェック大事じゃない？よし、幸先いいね。お、なんか横から見たくなっちゃうな。ソリレスさん、ミササさんもソリレスさんも前作に出てきたかな。名前にちょっと思い出があるような。おや、ハイリア人じゃないか。こんな悪天候の中ご苦労さんだね。私に話があるんなら悪いけどまた今度にしてもらえるかい？これからギザンたちと一緒に食料を調達しに行くところなんだよ。何しろこの吹雪だろう。毎日の食い物を確保するのも大変でね。わかります。ギザンさん、ギザンさんは前作では村の入り口あたりの門番だったかな、ちょっと忘れちゃったな。一緒に食料調達に向かうチューリを待っているのですが、到着が遅れているようです。きっとリトの村で準備をしているのでしょう。もう少しだけ待ってみますか。チューリというのはリトの村のトップエーステバさんのお子さんだったかな。さてさて。お、なんかもう言われる前からどんどん持ってっちゃう。油壺、珍しいアイテム。しかもどんどん取ってもあんまり気にされないっていう。食料の調達や調査に出ている者たちのためにここで献立を考えているんです。基本的にここで生活の拠点を作ってるってこと？確か村の方にも立派な料理鍋があったけどね。こっちの方に調査に出ているってことかな。この吹雪で食材が手に入りにくいのですが、調理法を工夫することでしのいでいます。材料次第で様々な効果のある料理を作ることもできますしね。例えばポカポカ草の実を使った料理なら体が温まって寒さも忘れてしまいますよ。少ないですがここにある分でよければどうぞお持ちください。厳しい状況ではありますけど、こんな時だからこそ助け合わないと。おお、
リトの村っていうとね、あんまりこうハイリアの人たちと交友関係がないようなイメージもあったけど、違う、あの厄災の黙示録の時はね、うん、やっぱり種族が違うからといってこういう時は助け合わないと。とお、ハーツさん、ハーツさんはそのエーステバさんの相棒みたいな存在だったかな。お前リンクじゃねえか行方不明って聞いていたが、なんだ元気そうだな。テバも心配していたが、もう会ったのか。まだですね。 あいつにもすぐに知らせに行きたいが、あいにく俺は今手が離せなくてな。テバならリトの村にいるから顔を見せてやれば喜ぶぞ。リトの村はここから南に向かえばすぐだ。うん、ハーツさんめっちゃ姿勢いいっすね。ピーンって感じで。天の鳥船に関する資料を読みますか。ほう。天の鳥船の昔話。ある日のこと、村に吹くべき風パタリと止んだ。やがて天は淀み地は荒れた。村人たちはどうしたものかと天を仰ぎ見る。居座り続ける鈍色の雲、その雲を突き抜けヒューと落ちてくるものあり。天からただものが落ちてくるはずもなし、村人たちはそのものを神と呼んだ。天の島にある我が家が恋しいと、神は来る日も来る日も丘に立つ。村人たちは自らの困りごとも忘れ、神のためにとバサリ自慢の翼を鳴らす。神のおわすべき場所はどれほどの彼方か。我が我こそがと次々に飛び立つも、力及ばぬリトの翼たち。その様子を見た神は村の長に願い出た。材料が揃えば我は天に帰ることができると。それを聞いた村人たちは遺産で材料を集め出す。積まれた材料の高さを見た神は慌ててもう十分といい村人に頭を垂れた。神が材料の山に不思議な力を注ぐと、いくつもの小さな船が組み上がった。村人たちが恐る恐る乗り込むと、小舟はふわりまたふわりと宙に浮かび始めた。神の率いた船たちは天高く天高く舞い上がり、やがて厚き雲を突き抜ける。そこはリト族でさえ息を呑む高き天界、澄み渡る青にぽっかり浮かぶ空の島。あれこそが神がおわすべき場所。村人たちは喜び歌い、そして別れを惜しんだ。ある日、村に吹くべき風がビュートだった。驚いた村人が天を見上げた先に浮かぶもの、それはお礼にと神が浮かべた途方もなく大きな船だった。両舷の幾本もの貝が鳥の羽のように動き出し、音もなく天空をかき混ぜ始めると、ヘブラに久方ぶりの風が吹き渡り、みるみる天は晴れ、やがて地には花が咲いた。神が恵みの風を下さった。天変地異から村を救った鳥のごとき大船は、いつしか天の鳥船と呼ばれるようになった。はるけき昔、リトの村を救いし天の鳥船、これぞそのあらましのすべてなり。ふむ、リト族に伝わる昔話。空島から誰かが落ちてきてしまって戻りたいけど、材料さえあれば戻れるよってことになったわけだ。その材料を組み合わせれば、このリンクにも空島に行くことができるということかな。天の鳥船の歌の歌詞。ほう。昔昔のその昔、神様天から落ちてくるヘブラの風が立ち止まり、風が止まれば天よどみ、天がよどめば地も荒れる。天変地異で大わらわ、困った神様見てられぬ。みんなで神様助けよう。お空に浮かぶ不思議な小舟、こさえて浮かべて空へと送る。お空に戻れた神様がお礼にくれた大きなお船、風をもたらし天地沈める。うん、天地沈めるって感じで歌われるのかもしれない。歌も昔話もなぞらえてるって感じだね。うん、よし、じゃあ
この先ヘブラ山脈登山口さっかよっほっよっふっはっはっあ、すっかりあの通常モードにするの忘れてた。 あと体力減ってる。こういう時は卵卵ふう。確か前作ではこういう旗の元には補給物資が置いてあるとかそういう設定がありましたね。ここから登っていくにはハイラルボックリジャンプを使うと楽かもだけど。おや？リト族の方がおられる。おお、そこにおわすのは神様であろうか。うん、ちょっとこの先行きたくなるけど今は我慢。茨が、見ておくれよこれを。こんなものが空から落ちてくるなんて危なくって仕方がないよ。確かにめちゃめちゃ危ないですよね普通に、この吹雪も一向に止む気配がないし、山登りなら十分に気をつけるんだね。この焚き火、雨宿りポイントアピールされてる。あ、ここで火を借りていけっていうこともできるわけだ。なるほどな。じゃあ借りてっちゃおうかな。この薪の玉の松明の剣すげえ役に立ってんな。あれ、あ、映った、よかった。一応映ることは確認。これなんか怪しい予感がするけど、燃やしておこうかな。急になんか雪玉がゴロゴロ転がってきたらちょっとやばいかも。上昇気流を起こすこともできそうだね。さっきちょっと音が鳴ったけど、洞窟の入り口が、あ、ナズリーさん、落盤とはついてないぜ。これじゃ中に入らねえ。ほら見てみな、洞窟の入り口が完全に塞がっちまったんだ。中にはまだ運び出していない食料があるってのにどうしたもんかな。洞窟の中で取れる爆弾花があれば塞いでる岩を吹き飛ばせたんだが、こんなことになるなら食料のついでに集めておけばよかったぜ。今日のところは諦めるしかねえかな。塞がれた洞窟、食料を採集するため洞窟を訪れたナズリーだが、洞窟の入り口は落盤で塞がっていた。このままでは中に入れないと困っている。何か力を貸してあげられないだろうか。爆弾花、爆弾花なんかに頼んねー、うおーっていう、俺のパワーを見ろ、削岩棒がないのでロケットぶん投げるよ。ロケットやりーで、はい、あ、回収できる、嘘消えちゃうもんだと思って今ちょっと投げてたけど、まさかの再利用可能。普通の岩盤とは違うのかな。あ、石打ちが壊れた、なんてこったい。すいません、さっきなんかちょっと、あ、魔王の弓付き石打ちの魔王の指を外してしまえばいいんだ。はい、
おー、でん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 、これ怖っ。落盤する。はあはあ、疲れてるもん。ガンガン行くねよこれ。うぃー、発見。カルーガ峠の洞窟開けました。お、洞窟が。おいおい、見てたぜ。こんなに見事な穴が開けられるなんてすごいな、あんた。確かに言われてみれば落盤で下ひたすらガリガリ削っただけでこんな穴が開くのおかしい。あれ、なんか宝石も出てるっぽい。これで奥にある食料を取りに行けるぜ。そうそう、何かお礼をしなくちゃいけねえな。よし、こいつを受け取ってくれ。感謝の気持ちってやつだ。お、結構嬉しい。ああ。じゃあ俺は食料の無事を確かめに行くぜ。穴を開けてくれてありがとうな。うん、洞窟の入り口を塞いでいた岩を掘り進めて、ナズリーが通れる穴を開けた。これで中に入れると喜んだナズリーからお礼にアカルピーを受け取った。いいことしたぜ。うん、これもね、いろんな解決方法があるんだろうなと思うけど、実際爆弾花を使えばこういうのが壊せるよっていう、そういうヒントでもあるのかな。待って待って待って、この洞窟も忘れちゃいそうだけど、消防隊も忘れちゃいそうだな。火があるうちにやっちゃおうっと。あ、結構茨で塞がれてた。爆弾花でこういうのも吹き飛ばせるってことかもね、もしかしたら。ふむ、物は試しかな。爆弾花を、そういや、なるほど、爆風で吹き飛びはしないけど炎のダメージが入ってこうなる。うん、わっとっとっと、あとは大丈夫そうかな。うわあ、大丈夫そうかなと思ったら大丈夫じゃなかった。カルーガ峠眺望台、手入れがされてません。あー、これはハイラルボックリ、木の枝。ふむ、こうなると逆にちょっと燃やしていくっていうのをやめたくなるね。不思議なもんだね。というわけで、よっ、どさっ。おお、ギリギリ。こういうシーンでも祠がわかるというか、ヒントを欠かさないって感じだね。あそこはでもチェックしてあるよね。ないかも、ないかも。あ、そっか、
もともと上にあるかないかはちょっと確認するべきだったが、ないね。あざまーす。スキップしちゃうとさ、さっきのシーンも見えなくなっちゃうってことかな。スキップしなくてよかったね。というわけで、さあ空へと飛び上がりますが、どんな格好で行こうかな。これかな。ちょっと寒いけど吹雪のズボン履いてっちゃおうかな。うん。よし。寒っ。でもなんか光っててかっこいい。ふう。お、祠とかある。左にもある。ただでさえ寒いのにこんな高いところに上がったらもう空中で凍えちゃうよ。耐えられない寒さ。でもさすがリンク。おー、広い。さあ、ヘブラ山脈が解放されましたね。どう見ても気になるあの北の方。お？あ、空の周辺マップ。あの謎の渦。結構ヘブラ山脈の方には空島もあるっぽいね。ちょーっと届かないかな、これは。あっ、ちょっと危ねえ。一応、行けたっぽいね。寒い。寒いので着替えます。リンゴ、リンゴ食べるよ。おー。現在は空にいる。あれが、眺望台。あれ、これは懐かしの土台くん。おー、土台くんに風船が、気球かが取り付いている上に下流の頭、つまり手があったかって言いたいけど、気球がそもそも空島になかったもんな。わわわわ、ちょ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 。なんか始まりの空島以外の空島に来たのは初めてかも。ちょっとドキドキ。どんどんこれで上に上がっていけってことか。そういうこと？横方向に自在に行くためにはなかなか大変だね。ハイラルボックリジャンプやロケットとかを使わないと大変かも。あれは眺望台ではなくて入り口か。眺望台はあの青い方だね。一瞬赤い方かなと思ったけど、上から見るとあまり光ってないんだね。なるほど。お、怖っ。えい。わあ、怖い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 。一応引っかかりはするけど、やはりずり落ちちゃうのか。これは、待てよ。なんかちょっと硬そうだぞ。兵隊ゴーレム中等。防御力が高そうだな。よし。相変わらず俺のジャイロ機能が
微妙に右にずれていく。木の棒、うん、ゴーレムさんたちは持ってる武器がシンプルな棒ってことが多いよね。これはさっきの要領で上に上がれということでしょうか。裏側に樽があったけど、まあ大丈夫かなと思いたいが、宝箱はなさそうかな。うん、お、あそこにもあるね。どれに乗っていくのが正解なんだろう。扇風機とかを使ってずらしていくってこともできるだろうし。ブロックゴーレムさん、まだ撮ってなかったっけ。撮ってなかったっけっていうか、そもそも空島の頃にはなかったもんね。ブロックゴーレム、ゾナウ族が高度な技術と魔力で作り出したブロック状の大型ゴーレム。複数のブロックを整列させて自在に姿を変えることができる。巨体を動かすため動力源として大量のゾナウエネルギーを内蔵している。なるほど。よし、じゃあとりあえず上に行こうか。すごい高いとこまでこれで上がればいいんじゃない。あとはパラセール使えば普通に届くかも。うん、動かせないもんね。なるほど。操縦桿とか違うゾナギア、ゾナウギアがあればな。こういうとこにコログっているのかな。コログは大地にしかいないのか、地底や空にもいるのか、気になるとこですね。遠いな意外と。ちょっと待って、扇風機はあるから扇風機出そう。ロケットでガーッと行くとか。まあ扇風機の方が安定して進んでくれるかな。よし。あ、まだ溜まってなかった。あっという間にゾナウエネルギーが尽きてしまう。回復させたい。確かゾナニウムを精錬してゾナウエネルギーの結晶にできるんだよね。つまりゾナウエネルギーになってるやつはもう、そのなんていうか、精錬することはできないだったかな。確かこっちは使っちゃってもよかったはず。
あれ？回復度が、あー、なるほど。1メモリだけ回復するのね、これね。最初あの、右下の方見てさ、あれまだ足りないなと思っちゃった。その上ね。さらに向こう側があるっぽいし、なんかめちゃめちゃ怪しいとこある。これは怪しい。よし、ここまで来れば祠にたどり着けるでしょう。これで距離感ちょっと間違えてたら私めちゃめちゃ怖いんで、これは外そう。あ、外れるんだ。元からある割には外せる。あ、これを外したのね。よし、どっちも外れてる。よし。あ、だちょっと。ダイブしてめちゃめちゃ顔当ててましたけど。異常の祠、ヘブラ山脈上空。空島の祠は本当に久しぶりだな。守るだけにあらず。ほう、お、戦いか。守るだけにあらず。盾を使って何かしろってことかな。ふむ。だが先手必勝。あ、と思ったら不意打ちできそうじゃん。ごめんね。あ、やはり何か使う。あ、氷だ。これは分かりやすいね。逆に氷を溶かさずに行くってのはかなーり無理があるな。おお、うおー、守られてる、守られてる、守られてるってか段差が降りられない。彼らはさ、石製でだから炎のダメージをまず受けないのか。そもそも一応炎を避けてくるね。へえ、奪えないかな。なるほど。どこから石拾ってんの。石板盾、石板盾、これを盾にくっつければとか、そういうことかな。もう盾にくっついてる状態なのかこれ。わあ、前が見えねえ。とりあえずなんかいろいろくっつけてみるって大事だなと思った。これさ、なんかあの背負ってる時のサイズと実際にこう構えた時のサイズって結構違いますよね。
多分まあそういうスクラビルドやからちょっと不思議な能力があるんじゃっていう感じがする。うん、これは溶かした方がいいのかな。